はいどうも岡崎の主です。それでは前回の妖怪プニクイズ正解発表です。正解は？それ。それ。それ。正解はカラカサマジンでした。わかった人おめでとうございます。わからなかった人は、今回の妖怪プニクイズ頑張ってね。それでは本編スタートです。妖怪です。短距離待機シャトルと被ってる。別にいいんじゃないの？ダメなの？それはダメなの？開示全然進まん。うん、そうそうそう。こういうイベントになるとね、全然進まないっすよね。速攻出てくるしさ、こうゲートがね。ステージ10で15サイズ。ありがとうございます。ステージ10、ステージ10で、これで、ちょっと待ってよ。嘘かどうかわかんないけど、15サイズ、OK。今ね、足りない足りない言うけどね、1回のイベントで見て100万以上稼げっから、ワイマネーなんて。余裕で稼げっから。やってないだけよ、みんな。はさあ、果たして本当だったのか。ナイスです。本当でした。さすがプニガチさん。書いとこう。ステージ10で、15サイズ以上。かげろうさんは嘘つきだということか。そういうことやな。それでは妖怪プニクイズやっていきましょう。本日の妖怪はこいつだ。自分の名前を言うキャラ多すぎです。クイズになってるのか？わかった人はコメントで教えてください。妖怪プニクイズ正解発表は次の動画で発表します。チャンネル登録して待っててね。それでは岡崎の主の高橋でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。